皆さんこんばんは。ハッピーが大好きなももたんです。1月24日夜中の2時ぐらいです。今頃ミレニアム先生はみゆきちゃんと不倫旅行で行けない夜を過ごしていると思います。ももたん、どんなことがあってもハッピーみゆきちゃん一筋です。大好きです。どんなことがあっても頑張りますということで、今日はね、ここに置いてある DXF ガールズフィギュアスペシャルバージョンプリンセスハッピーについて語りたいと思います。このフィギュアが分解されて、バラバラなパーツの状態になっているものをお見せしたいと思いますので、あんまり好きじゃないという方は視聴をお控えいただいた方が良いかもしれません。ではですね、まず Amazon のレビューにもあったんですけど、唯一の欠点と言えるところというのは、台座の付け根の部分が、このブーツのヒールと土踏まずの部分とこの台座を差し込む部分っていうのが一体になってしまっていて、このね、平べったい部分を台座に差し込むような形状に変わってしまったんですね。以前の、ガールズフィギュアのハッピーっていうのはこんな風にブーツのこの土踏まずの部分にちゃんとこう隙間があってですね、素晴らしい形になっていたんですけれども、なぜこういう風になってしまったのか、コスト削減のためにね、劣化されてしまったのか、それとも何か意図があるのか、まずそこが知りたいということで、友達のところで分解に挑戦してみました。で、まずここの、足の部分ですね、この部分がどうなっているのかというのを分解した様子が、1枚目の写真です。なんとですね、ちゃんと、ブーツのヒール土踏まずの部分と台座の部分が分解できるようになっていました。スパッツから下のブーツまでの部分というのは ABS で、台座の部分は PVC です。これをですね、分割されているということは、これだけでコストがかかりますからね、やっぱり何か意図があってこういう風な形にしたのではないかというふうに思います。つま先立ちのようなポーズになってますので、ちょっと安定感が良くないということでそうしたのか、結論としては劣化ではないということで多分いいんじゃないかと思います。そしてこのプリンセスハッピーを分解してみた様子というのが次の写真です。これでもまだ各パーツはさらに細かく分かれるようになっています。例えば手のひらですね、手首の部分と腕の部分、足に関してはスパッツの部分と膝が出てるこの肌の部分と、ブーツの折り返しの部分とリボンの部分とブーツ本体ですね、それから台座と、足だけでも11個のパーツに分かれます。髪の毛はアホ毛、まあ要するに触覚の部分ですね、この部分も取り外せますし、相当な分割数になるんですよ。このドレスの造形の細かさ、それから肩のフリルの部分ですね、ピンク色の部分と白い部分と別々のパーツになっていたりとか、まあ並々ならぬ造形とパーツ分割のこだわりですね。これは相当気合い入れてるなと思います。プライズのフィギュアっていうのは卸価格の上限が800円っていう一応制約が、暗黙のルールがあるんですけれども、生産コストを下げるには種類を一つに絞って生産量を増やすしかないので、プリンセスハッピーは種類を一種類に絞って、もうギリギリのところの攻防だったと思います。 SQ フィギュアと同じラインで初めてプリキュアのフィギュアが出たので、まあ名実ともに本当に造形の良し悪しとか好みっていうのはあると思うんですけれども、物自体のクオリティは気合の入れ方っていうのは相当なものなんじゃないかなと。で、今市場価格っていうのはもう下手すれば500円、まあ、1000円は確実に切りますよね。800円とかそのくらいで手に入るんですけど、プライズのプリキュアのフィギュアっていうのは再販はありませんので、なくなってしまったらおしまいですね。あれだけ余っていたプリキュア5とかハートキャッチのブロッサムとかも今となってはもうそんなに安くは買えなくなってますし、スイートですら最近ちょっと高騰し始めてるような状況ですので、まあ、このプリンセスハッピーも、まあ、何年かしたらあの時はね、1000円くらいで買えたのになみたいな話になると思いますので、まあスマプリが好きな方だったらとりあえずは買っておいた方がいいんじゃないかなと思います。最後にね、ここのスカートのこのフリルの部分なんですけど、このプリンセスハッピーに関しては一体形成でしたね。こっちの通常フォームのハッピーに関してはスカートとこのフリルの部分は別々のパーツなんですね。ただし塗り分けが結構上手にできているので、そんなに違和感はないですよね。で、なんで一体形成なのか、これに関しても結構友人といろいろ話をしたんですけど、
うん、あのコスト削減というよりかはむしろこのクリアのドレスが上にかぶさるのでスカートは必然的にちょっと小さめになっちゃうんですよね。そうするとさらにこのスカートプラス中のフリフリプラスこうあの下半身というなるとね、結構やっぱりあのパーツ的にあのキツキツになっちゃうので、金型で作るとなるとやっぱ厚みに限界があるので、結構薄いものというのはなかなか作れないので、多分ねあえて一体形成になったんではないかと、そういう読みですね。はい、せっかくなので、DXF、プリンセスハッピーですね、こちらのカートンボックスがどんなのか紹介しておきたいと思います。まあカートンで書く人ってのは相当そうそういないと思いますので、まあ、こんな感じの箱になってますね。この一箱で25個入っています。25個って書いてありますね。ここは何でしょうね、やっぱり手元が分かっちゃうんでしょうかね。番号が入っていました。こんな感じですね。はい、アイディアユーモアバンプレスト、スマイルプリキュア、 DXF ガールズフィギュア、プリンセスハッピーと、本商品はアミューズメントゲーム用景品のため一般販売できませんって書いてありますね。で、先ほどのカートンボックスの中に、この2つの箱に分かれて入っています。で、14って書いてある箱と11と、14個入りの箱と11個入りの箱に分かれているということですね。ハンカートンのボックスの中身はこんな感じですね。はい、プリンセスハッピーがいっぱい入っていますね。これが販促用のポスターですね。こんなことやってるからね、データカード出すとか買えないんですよ。これが DX ガールズフィギュアのハッピー&ビューティーさんのカートンボックスですね。ハッピー18個、ビューティーさん18個。このカートンボックスの中にハンカートンが2つ入っています。ここはハンカートンがですね、ずーっとこう積んであって、この上が、集めてフィギュアのハンカートンですね。はい、一体お前の部屋はどんな部屋なんだっていうツッコミが入りそうですけど。ね、これなんかね、もう骨董品ですよね。9821。NA7 ねちょっと 見にくいですけど、これがハッピー&サニーのガールズフィギュアですね。下も同じかな。あと最後に唯一、まあ、自分としてはここが惜しかったなって思うのは、まあ、もうちょっとね、まあ、幼い表情にして欲しかったなっていうのがあるんですけど、どうもハッピーってのはもうなんか子供っぽくて可愛いっていうイメージがあるので、プリンセスになってもね、ちょっとこのフィギュアは凛々しく大人っぽいっていう印象なんですけど、もうちょっと子供っぽくても良かったかなっていうのがありますね。贅沢な要望なんですけどね、まあ出来としては本当に申し分ないので、何かあげるとすればそのくらいですね。あとはあの先ほどの台座の部分と、そんな感じですね。このね、後ろのまたね、このドレスの後ろ側が可愛いんですよね。だからこれね、1個だけというよりはできればね、後ろ向きのと表向あの前向きのと2個飾りたいですよね。この後ろ向きのアングルがまた本当最高に魅力的なんですよね。ということで、今回は、DXF ガールズフィギュアスペシャルバージョンプリンセスハッピーについてですね、ちょっと分かったこととか、あの感想なんかをお話ししてみました。本当にろくな内容じゃなくて申し訳ないんですけれども、少しでも参考になれたら嬉しいです。どうも皆さん、ご視聴ありがとうございました。